はい、ではですね、ここから第2部に移っていきたいと思います。で、第2部なんですけれども、第1部でも柴田講師問題を触れていたりとかっていうことをやっていたんですけれども、第2部でもですね、実際の記述式問題を見ながら採点基準のお話とかするにあたっては、どうしても問題文ってものが根拠になりますので、問題文と照らし合わせながら、こういうことなんですよっていうお話をさせていただければと思いますので、お手元にですね、ぜひ本試験の問題冊子ですね、ページで言いますと39ページですか、39ページに掲載されている問題、これを見ながらいろいろとお話をさせていただければということです。採点基準が辛くなるんじゃないか、厳しくなるんじゃないかっていうことを先ほど柴田講師もおっしゃってまして、今回のお話っていうものは、その辛いとか厳しいっていうふうに言われてるんですけれども、具体的にどういう方向で厳しくなるのか、辛くなるのか、でそしてその厳しい採点とは言うんですけれども、それはどういう根拠を持って減点してるのか、配点してもらえないのかっていう部分、手の内といいますか、それを一緒に研究していこうという、そういった添削会ということになります。はい、でですね、第2部の資料ということで、平成27年度行政書士試験記述式添削会資料ということで、全部でですね、11ページですか、全部で11ページのレジュメ資料をお配りしております。パラパラっと見ていただいて、印刷が不鮮明な点ですとか落丁がないかどうか一度ご確認ください。一応この資料と、先ほどご紹介した本試験の問題、これに沿って話を進めていけばというふうに思いますので、見ていっていただければということです。大丈夫ですかね、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。記述式ということで、私の方からいろいろお話をさせていただくということになるんですが、問題の検討そのものに関しては皆さんすでに試験が終わって2週間経過しているということなので、すでに終了しているかと思います。ですので、早速ですが、資料の1ページ目です。問題44番ということで、回答ということで、これは私が作成したんですけれども、回答を挙げさせていただきました。まず被告は Y 県ですよということ、そして主張、許される主張内容というものが採決固有の瑕疵のみを主張することが許されるんだということ、そして最後にそういう考え方のことを現象文主義と呼ぶんだということ、以上3つということです。ね、はい。で、この回答例そのものに関しては、皆さんもそういう話だったよねということで、ご存知かと思います。はい、で今回添削会に向けて私採点させていただいたんですが、この採点基準、こういった設定をさせていただきました。はい、1ページの2番です。採点基準コメントということですね。はい、まず1つ目です。丸の1番ということで、被告は Y 県であると、要するに Y 県が被告になるんですよということ、この指摘ができてプラス4点ということです。これは4点という設定にしました。で、2番と3番というものを先に見ていただきたいんですが、丸の2番と丸の3番に関してはプラス8プラス8という設定をしておいたということです。これなぜかと言いますと、丸の1番のところ、ちょっと読んでみますと、丸の1番の論点というのは平成20年の問題44、平成24年の問題44でも出てるんだということです。実はこれ記述式でもう何回か聞かれてるんですね。もうすでに聞かれてるということです。で、この論点だけは何度も出てる話ということですから、これだけ明らかに、要はやってますよねっていう一つのメッセージになるだろうということですね。で、論点が3つあるということですから、全部均等に割り振るということができませんから、それを理由としてここに関してはプラス4点と、そういった設定をしたということです。はい、そして2つ目です。採決固有の瑕疵のみを主張することが許されると、多分ここ一番皆さん関心が高いと思います。なぜかというと、米印見てください。後でその添削会ということで皆さんからご提出いただいた回答ですね。ここでもちょっとコメントしたいと思うんですが、米印です。処分の違法性を主張することが許されないという記述では点数付与されませんかということ。多分ここ一番関心高いと思うんですね。やっぱりスクールのテキストとか見ますと、採決取り消し訴訟っていうものが全面的に話題に出るっていうことってほとんどないんですね。大体が処分の取り消しの訴え、処分取り消し訴訟で、やっぱり択一の過去問見てみると、処分取り消し訴訟、現に平成18年とか平成25年の問題も処分取り消し訴訟の話でしたしね。だ、そういった意味では採決取り消し訴訟に関してはあまり馴染みがないと。
ということで、まあ、処分の話を中心に講義を展開する、これが一般的なスクールの講義なんですね。でおそらくその時の記憶っていうものを遡って、あ確か処分の違法性が主張できないって話だったよなっていうことで書いていくと、まあ、原処分主義っていう処分なんていう言葉があるぐらいですから、うん、多分そういうことなんだろうなということで書いていく、まあ、そういった方結構いらっしゃったんじゃないかというところです。でこれに関しては、はい、書いてあります。ちょっと読んでみると、問題文には、はい、鍵括弧ですね、こうした裁決取り消し訴訟においては…とどのような主張が許されるかということです。わかりますかね、はい、ちょっと実際の問題見てみましょう。はい、すいません、問題冊子の39ページです。問題冊子39ページ上の段ですね、問題44番、ちょっと実際の問題と照らし合わせてお話ししたいと思います。はい、問題44番ですね。はい、この問題44番の下から2行目です。はい、こうした裁決取り消し訴訟においては一般にどのような主張が許され、こうした原則を何と呼ぶかということです。いいですかね。この問題っていうのは、まあ、見ていただくと分かる通り、処分取り消し訴訟と裁決取り消し訴訟両方やってるんですよね。わかりますかね、まあ、これって要するに原処分主義のこと聞いていて、裁決主義のことは聞いてないよっていう一つのメッセージでもあるんですけれども、この問題文の事案では2つの訴訟に関してやってるよっていうことが明記されてるんですね。わかりますかね、処分取り消し訴訟と裁決取り消し訴訟両方やってるということです。にもかかわらず、下から2行目、裁決取り消し訴訟ということで、ここで一回話題を限定してるんですよね。わかりますかね、2つの訴訟をやってるにもかかわらず、わざわざ裁決取り消し訴訟の方をピックアップしているというところです。ここに気づいてほしいんですね。わかりますかね、仮に処分の違法性が主張できないっていう回答を許してるっていうのであれば、ここ取り消し訴訟って書けば済む話なんですよ。そうですよね、条文にちゃんと規定があります。この話に関しては、行政事件訴訟法なんですけれども、行政事件訴訟法のこれはですね、私結構条文とかに根拠を持つの好きなんですけどね、行政事件訴訟法の9条1項にこういう記述があります。ちょっと読んでみますね。処分の取り消しの訴えおよび裁決の取り消しの訴え括弧以下取り消し訴訟というということです。わかりますかね、要は取り消し訴訟って単に言う時っていうのは、処分の取り消しの訴えと裁決の取り消しの訴え両方含むってことがちゃんと書いてあるんですね、ここにね。だから処分の違法性が主張できませんっていう記述を許すっていう意図があるんだったら、ここわざわざ裁決取り消し訴訟って書く必要ないんです。いいですかね、私もいろんな記述式問題作文してきましたけれども、ここについてはかなりシビアにやってきます、問題文の設定っていうのは。やっぱり問題文で疑問が出てくると、先ほど柴田講師も一部の時に言ってましたけどもね、米印がついてるところはケチがつかないようになんていう話がありましたけども、問題文がケチついてしまった時点でもうそれ記述成り立たないんですよ。まして20点の配点ですから、ここで全員満点とかってなっちゃうとこれとんでもないことになるわけですよね。だからここ絶対ミス許されないんですよ。まあそういった配慮もあるんじゃないかということで、今回は、はい、また資料の方の1ページです。はい、まあ、こういった書き方をさせていただいたということです。もう一回読んでみると、資料の1ページ丸の2番の米印です。問題文にはこうした取り消し訴訟、裁決取り消し訴訟においては…どのような主張が許されるかという記述がありますと。でここで裁決取り消し訴訟に関して言ってくださいってことで、もっと言ってしまうと、どういう主張が許されますかって聞いてるわけですから、いいですかね、どういう主張が許されますか、はい、こういう主張は許されませんだと噛み合ってないですよね。こうやって聞いてみると、そういったこともありまして、今回は点数は付与されないだろうっていうふうに、判断したということです。この点を厳しく見るというのか、それとも確かにそうだよねと見るのか、それは個々人の主観にもよるかと思うんですけれども、私結構これ普通だと思います。やっぱり日常会話、今ちょっと言いましたよね、どういう主張が許されますか、はい、こういう主張が許されませんと、もう噛み合ってないですよね。だからもうそうやって噛み合ってないっていう時点で、やっぱり試験員の先生方に私たちの意図、考え分かってますよっていうこと、ここきちんと伝わらないだろうなっていうことがなんとなく皆さんもお分かりいただけると思うんですね。
だそういった意味で、まあ、私結構あの問題文っていうものをかなりカッチカチに見るタイプなんですけども、問題文に書かれていることにきちんと答えるっていう姿勢はあの今後の記述式の対策にも重要になってくるだろうということですね。はい、まあ、それが一応この丸の2番の採点の仕方の基準とさせていただいたというところですかね。はい、そして、はい、続きます。丸の3番です。はい、原処分主義、まあ、これは本当キーワードですね。あの行政法の記述式っていうものはここ何年もですね、はい、こういう制度のことを何と呼びますかと、こういう考え方のことを何と呼びますかと、こういう判決のことを何というふうに呼びますかっていうふうにして、いわゆる用語を出させる、事情判決とか形式的当事者訴訟とかっていうふうにして、制度の名前とか、あの要は判決の名前とか、いわゆる名称を書かせるっていうタイプの問題がずっと続いてるんですね。ずっと続いているということです。これは例えば、昨年地方自治法が平成26年度に出ましたけども、昨年度の平成26年地方自治法、ここでも、はい、この制度って何て呼びますかと、指定管理者制度って呼びますよというふうにして名称を書かせるというスタイル、これずっと続いてます。ずっと続いてます。ですので、まあ、ちょっと先ほどの話で恐縮なんですけども、第一部でお話のあったね、あの用語を書かせるっていう話が大事なんだということで、用語を覚えるっていうこと大事なんだということ、これは特に行政法、もうこれまでの傾向を見ても明らかですから、まずはこの制度のことを何と呼ぶのかなと、この考え方のことを何と呼ぶのかなっていうこと、まあ、そういった用語、言葉っていうものにぜひこだわっていただければということです。でこれもっと言ってしまうと、この後出てくる問題46、これもそうですよね。こういう訴えることを何て呼びますかっていうふうに聞かれてるわけですから、そういった意味で日々勉強してる時にも、そういうふうに、あ、これって何とかって呼ぶんだったなとか、あ、これってこういう制度だったなっていうふうにして、名称とか言葉っていうものにこだわっていただければということです。よろしいですかね。はい、はい、でまあ、あの一応付させていただきましたが、丸の3番ですね、まあ、採決主義という記述では点数付与されませんよということです。これはあの先ほどちょっとお話ししましたけども、この問題では明らかに処分の取り消しの訴えと採決の取り消しの訴え両方やったって言ってますから、明らかに採決主義が妥当する事案ではないということ、これ明確ですから、ここに関してはまあ当然点数は付与されないだろうなというふうに判断しているということです。ですかね。あくまであの採決主義っていうのは採決の取り消しの訴えしかできないときに出てくる考え方ですから、まあ、ここあのこの後ちょっとあの公表ということで少しコメントさせていただきましたけども、原処分主義っていう考え方がどういう時に出てくるのか、採決主義っていう考え方がどういう時に出てくるのかっていうね、場面設定ですか、ここの話っていうものにもぜひこだわりを持っていただきたいというところです。いいですかね。はい、それとまあこれを書いた方ってめったにいらっしゃらないと思うんですが、米印です。まあ、いろんな文献というものを漁ってみたんですけれども、米印です。原処分中心主義という書き方どうですかってことですが、これは問題ないです。問題ないと言います。なんでかっていうと、あの行政事件訴訟法の解説書で、あの日本で一番詳しい本には原処分中心主義っていう記述もありましたので、あの上階行政事件訴訟法ってものすごくでかいやつなんですけども、そこにもちゃんとバッチリ載ってましたんで、ただあの予備校のテキストとか、あと一般的なあの大学の先生が書いたあの教科書、まあ、基本書って呼んだりするんですけども、そういったものにはあのこの原処分中心主義っていう言葉自体がなかったので、こういう呼び方もあるんだって多分皆さん初めて見たって方がほとんどだとは思うんですけども、一応こういう書き方も大丈夫ですよということで挙げさせていただいたというところですかね。はい、まあ、ちょっとカチカチにいろいろとお話をさせていただいたということですね。はい、これがまあ採点基準に関していろいろとご説明ということです。はい、では、はい、めくっていただいて2ページ目です。はい、ここからがですね3番ということで採点結果です。まあ、これはあの私が採点させていただいたということで、まあ、あの 黒ポチっていうんですかね、1つ目があの柴田孝之さんの回答ということで、この方、合格者ということですね合格された方ということで、まずは合格された方の答案、これをまあちょっと拝見させていただいた。そして、はい、匿名ということですが A さんの回答、 B さんの回答、 C さんの回答、 D さんの回答ということです。では、まあ、あの今回この、 あの添削会にご参加いただいている方に、あのよければ出していただけませんかということで、あのご提示いただいたということで、あのご協力いただきまして誠にありがとうございます。本当、まあ、この場で言うのもあるかもしれませんけども、あの皆さんのご協力のおかげでこの添削会が実施できたということですので本当にありがとうございます。
で、この A さん、B さん、C さん、D さんなんですけども、この後の問題45、問題46も同じ方です。いいですかね。 A さんは44番も45番も46番も同じ方ですですかね。まあ、そういった作りになっていますので、最後のところでは総合得点ということで、これぐらいの点数ではないですかっていう、私の予想ということになってしまいますが、これもちょっと上げさせていただいているというところです。後で見ていただければということです。はい、ではお一人お一人見ていきたいと思います。はい、まず2ページ目の一番上です。柴田孝之さんの回答、柴田孝之さんっていうのもちょっと変なんですけどもね。はい、で、柴田孝之さんの回答は、はい、1行目ですね。被告は Y 県で採決固有の違法しか主張できないと、これを原処分主義というと、パーフェクトということですね。もう文句のつけようがありませんので、コメントも特にございませんということですかね。はい、で、ちなみにも、細かいところ突っ込むんだったらば、丸の2番の基準ですね。採決固有の瑕疵ではなくって、柴田さんの場合には採決固有の違法とあるんですが、これはですね、ちゃんと文献調べてみると、採決の違法性しか主張できません、こういう考え方を原処分主義って言うんだよっていう記述がちゃんとありますので、採決固有の違法っていう書き方でも、これは特に齟齬はない、問題ないというふうに判断しているということですかね。はい、これはいいと思います。はい、そして A さんの回答です。はい、X は Y 県を相手に開発許可の審査に瑕疵がある旨を訴えるということですが、これに関してはいわゆる被告のところ、 Y 県を相手にするんだよという部分、ここだけということで、一応点数を付させていただいたと、4点ということですね。ただですね、ちょっと私気になったことがありまして、丸の1番です、表の中ですね、丸の1番の右側、理由コメントというところをちょっとご覧ください。はい、ただしY 県が被告である旨の指摘が、直接的ではないということです。いいですかね。A さんの回答っていうのは Y 県を相手にするんだよっていう書き方をしていますので、ものすごく細かい話になりますが、被告って聞いてるのに相手ってどういうことだということで、0点ということも、一応あり得ると。ただちょっとそれはさすがにやりすぎかなとは思いますので、一応コメントだけということですですかね。これはないと思いますけどもね、一応問題文との照らし合わせってことで考えると、こういうツッコミも一応考えられなくはないよねということですですかね。そういった意味で、実はこの後の問題46もそうなんですけども、問題文の誘導に乗っかるって、これ本当に大事なんですよ。本当に大事なんですね。先ほど見ていただいた通り、問題文ではこれとこれとこれを書いてくださいっていうことがはっきりしているわけですから、気をつけるべきポイントは3つあるんだなっていうことが、まずここからもわかるわけですね。そういうこともありまして、やはり問題文とちゃんと向き合うということ、ここをぜひ意識していただければというところです。はい、はい、で次に B さんの回答ということです。はい、被告は国と市と、採決に対してではなく拒否処分自体に対して取り消しを求め原処分主義ということです、ね。はい、被告は違いますということですね。ちょっと辛い言い方すると、国っていつ出てきたんですかということ、そこを突っ込ませてもらいたいなということですね。この回答を書いてしまう原因というのも、やはり問題文ちゃんと読んでましょうねというところ、やっぱここなのかなということです。結構被告的確のところ間違えてる方多くてですね、この A さんから D さん4名以外の方にも回答を見せていただくことあったんですけれども、なんで国が出るのかなっていうことがちょっとよくわからんということですね。それは多分ですね、覚えてることをそのまま書いてるっていうのが一つ大きな原因なんじゃないかということですね。そういうことをやってしまってる方っていうのは、例えば勉強したことをちょっとひねられるともう何もできないと、多分これがそうだと思うんですけどもね、そういった面がありますので、この点はぜひご注意いただきたいというところですですかね。はい、そして、はい、B さんの回答の丸の2です。ちょっとコメントつけときました。書いてることが違いますよっていうこともそうなんですけども、コメントのとこつけときました。本文の事案における X っていうのは、さっき見ていただいた通り、申請拒否処分と棄却採決の両方につき取り消し訴訟を提起していますと。つまり何が言いたいかっていうと、最後拒否処分の取り消しはすでに求めてるんですよね。いいですかね。処分の取り消しの訴えということで、処分取り消し訴訟でもうすでにこれ求めてるんです。だからここからもこの人問題文読んでないなということが分かってしまうということですね。話が噛み合ってないということが分かっちゃうんだということですね。はい、いいと思います。私もともとツッコミ気質ですから、こういうのいくらでも出てくるんでね、はい、すいません。
はい、そして3ページ目です。次に C さんの回答ですね。はい、はい、3ページ目の C さんの回答です。 Y 県を被告とし採決の違法のみを主張することが許されると。いいですね。はい、こうした原則をもったいない採決主義と呼ぶということですね。まあ、この採決主義と書いてしまったっていう原因はおそらく、はい、丸の3番書いときました。原処分主義と採決主義がいかなる場面において適用されるものなのか、ここをぜひ確認してくださいということです。ですかね。要は多分この方っていうのは原処分主義っていう言葉を知らなかったってわけではないはずです。まあ、なんでかっていうと原則は原処分主義なんです。原則は原処分主義、ただ例外ということで採決主義って考え方が出てくるということで、原則と例外ワンセットで勉強しますよね。ですから原処分主義っていう言葉は知らなかったっていうことはないと思うんです。じゃあなんで間違えてしまったのかっていうと、それは私の、まあ、推測としてはおそらくどういう場面でこの考え方が出てくるのかっていうところを読み間違ってしまった、まあ、もしくはそこまで勉強が進まなかったのかなっていうところ、まあ、これが一つ原因として考えられるというところです。はい、まあ、これが C さんの回答ということです。はい、そして最後 D さんの回答ということです。 Y 県が被告でありと、処分の取り消しは処分の取り消し訴訟を提起することが許されと、原処分主義と呼ぶということですね。まあ、丸の2番の部分っていうものが残念ながら採決取り消し訴訟のことを聞いてますから、まあ、違いますよねということですね。はい、ということです。まあ、12点ということですね。はい、まあ、これが問題44番に関する、まあ、添削の結果ということで、まあ、示させていただいたということです。まあこの丸バツつけるだけだったらそれでおしまいなわけですけども、それだけではなくって、多分こういうところを誤解してるんじゃないですかとか、こういうことを意識するといいですよってことを、まあ、私なりにちょっとコメントつけさせていただいたということでして、他に聞いてみたいことがありましたら、この第2部の回が終了しましたら私に聞いていただければということですので、よろしくお願いいたします。はい、そして最後に総評です。はい、まあ、ここにもちょっと書いておきました。はい、1行目ですね。はい、本文で問われている論点の2と3、まあ、原処分主義っていうのは平成18年の問題17足の2で出てましたよということです。で、実際にその時の問題持ってきましたんでちょっと読んでみますね。平成18年の問題17足の2です。こういう選択肢でした。ちょっと聞いててください。行政事件訴訟法は原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、採決に対して取消訴訟を提起することは許されないということです。ですかね。だから原処分主義そのものに関しては実はこの選択肢今読みました通りもう出てるんですね。出てるということです。過去問で一回触れられているところということがあります。で、このようにですね、行政法の記述式っていうものは実は択一式で聞いたことがある話っていうのを作り変えて記述で聞くっていう傾向がずっと続いています。昨年度、まあ、先ほど言いましたけども地方自治法から出たということで、まあ、サプライズなんていうふうに言われてるんですが、実は回答っていうものをよく分解して検討してみると、あれ全部過去問で聞かれてるんですね。択一式で聞かれてるというものです。柴田講師もおっしゃってましたけれども、過去問の勉強が中心になる、これ行政法、まあ、極めて妥当するということです。やっぱりそれで択一式で聞いたことがある話っていうのをちょこちょこっと作り変えて記述式を作ってくる、これが王道パターンで、例外が一つだけあるんです。まあ、10年分あって例外が1個ですからほとんど気にする必要ないと思うんですが、平成21年度でしたかね、判決の拘束力、これに関しては初登場というものでした。これ以外は全部過去問の焼き直しなんですね。だそういう傾向も実は今までと変わらないということで、やっぱりその点もちゃんと過去問の傾向に合わせて勉強できたかどうか、これもちょっと意識していただけるといいんじゃないかということですね。はい、というところです。ですから、まあ、今年の問題の検討をしてみて、やはり例年通り、まあ、択一式で聞いたことがある話を作り変えて記述式で聞く、そしてどういう制度ですか、どういう名前ですかっていうことで名称を書かせるっていうスタイル、これずっと続いていると、つまり従前通りということです。今までの傾向がそのまま続いているという状況であるということですね。まあ、この点もぜひ意識していただければということです。はい、まあ、以上が問題44に関するコメントということでした。まあ、そういうふうに結構採点基準というものを結構なんていうかかっちりしたものといいますか、厳しめに設定したということですけども、厳しくしたということで別にね、なんていうかな、ジャイアンツがクライマックスシリーズ勝てなかったからとかそういうことではなくって、ちゃんと根拠を持って減点してるんだ、根拠を持って点数つけてないんだということ、
で逆に言うとそういう根拠ってものがちゃんとあるということですから、根拠を意識して勉強していただければ、いわゆる減点というかミスっていうものは減っていくだろうということですね。やっぱりつまらないミスしてしまう、例えば漢字を間違えるとかね、いうふうにつまらないミスをちょっとするだけでも、もう相手に付け入る隙を与えるということになります。で試験問題の場合は付け入る隙っていうのはつまり減点の根拠ってことですから、ここ違うよねって言われた瞬間に私たち何もできませんよね。確かに違いますねとしか言えなくなっちゃうので、だそういった意味では隙のない答案を作るという意味でも、こういうところを意識して勉強してくださいっていうこと、まあ、詳しくは総合講義をはじめとするスクールの講義で展開していくということになると思いますが、そこら辺を来年の試験対策をご検討の方は意識していただければというところです、ね、はい、いうことです。はい、まあ、以上が問題44番に関する私のコメントということでした、はい、ではすいません次に行きたいと思います。4ページ目ですね、めくっていただいて4ページ目です。はい、問題45番に関して見ていこうということです。はい、まあ、これは本当にもう直球問題ということで、これを書いてくださいということがはっきりしているということですね。早速、はい、4ページ目の1番です。回答ということで、はい、多種占有者が新たな権限によりさらに所有の意思を持って占有を始めた場合である38文字ということです。本当にこれそのまま直球ということですね。はい、で2番の採点基準コメントということで、まあ、丸の1番丸の2番10点10点という設定をしておきました。別にモノマネ王座ではありませんですかね、10点10点ということです。まあ、キーワードらしいキーワードっていうものはまあ2個しかないかなと思われますので、まあ、新権限というものと所有の意思を持って占有を始めるっていうこと、まあ、この2つかなということで、まあ、この2つに10点10点という配分をしたというところです、ね、はい。でこの問題は本当に民法185条の内容を書くというものでして、本当に知ってるか知らないかということで、もう問題文見た瞬間になんじゃこりゃってなったら次に行くと、反対にあこれ勉強したことあるっていう場合にはちょっとやってみようかなっていうことで立ち止まって検討する、多分そういう問題だったんじゃないかと思います。ですからまあこの問題45番っていうものを見た時にっていうふうにこうずっと悩んでしまって時間を使ってしまうっていうことはちょっとないかなということですね。そういった意味で、まあ、先ほど第一部のところでもお話があった文章理解優しかったっていうことなんですが、今年についてはそういうふうに問題が結構はっきりしているということもありまして、まあ、文章理解に充てる時間というものが結構しっかり確保できたんじゃないかということで、まあ、いろんなスクールの結果とか見ていただいて分かる通り、文章理解の正解率が例年以上に高いというところは、まあ、一つそこに要因があるんだろうなということですね、はい、で早速なんですが3番の採点結果コメントということです、はい、まずは一つ目ですね、柴田隆之さんの回答ということです。所有権など客観的に所有の意思を示す新権限によってと改めて占有しましたと、文句つけようないですね。もう何も言うことないということです。あ、そうですかとしか言えないということですね、まあ、20点ということです、はい、そして5ページ目です。さすがとしか言いようがないですけど、この185条の話っていうのは実は択一式でも一度も出たことないんですね。一度も出たことないです。で他の例えば司法試験とか司法書士試験とか他資格試験とか見てみても、この185条の話を聞くっていうこと自体がほとんどないんですね。そういった意味で完全に何ていうんですかね、隙間といいますか、本当に狙われたところと穴を狙われたというところです。ただ行書の場合にはそういった穴を狙っていきますと逆に皆さん書きませんから時間全然使ってもらえないってところもあるんですけどね、まあ、その点は考慮してたのかなって気になるんですけども、まあ、一応これについては本当難しいということです。多分勉強したことないよね、それは当たり前ですというところですから、これが書けなかったとしても全く落ち込む必要ありません。多分皆さんが持ってるテキストにもまずこれ載ってないと思いますし、載ってるとしたら逆にえっていうなんで載せたのかちょっと根拠がわからないところなので、まあ、そういった意味ではね、まあ、知らなくて当然と思っていただいて大丈夫です。これはね、はい、ですいません5ページ目です。 A さんの回答ということですね、はい、多種占有者が悪意なく所有の意思を持って一定期間過失なく占有し時効取得したと、まあ、最後のところでも現れてますけども取得時効と誤解されてるということですね。まあそれは誤解が出るのはしょうがないですよ。だって多種占有が自主占有に切り替わるっていう話、皆さん聞いたことあるかっていうと多分ないと思うんですよ。そうなるとやっぱりまあこういった誤解が生じるっていうのもしょうがないよねっていうことで、まあ仕方ないということですね、まあ、一応0点というふうにしたということです。はい、次です。 B さんの回答ということですね。
賃料不払いなどで多種占有を否定しと、かつ控訴効果支払いなどで新たな権限に基づき占有した場合ということです。はい、まあ、あの回答の後半ですか。控訴効果支払いなどで新たな権限に基づき占有したってあるんですが、はい、すいません、コメントの丸の1です。表の上ですね、丸の1番です。ちょっと書いておきました、はい、ここで言う権限、権利の権に原っぱっていう字なんですが、これは、はい、占有するに至った原因のことを言うんですということです。どうしてあなたはその物を占有してるんですか。あ、買ったからですとか、こんな感じなんですね。そういうふうにちゃんとこの権限という言葉にはちゃんと意味があります。で、はい、書いてあります。控訴効果の支払いっていうのはこれに該当しませんということ。税金払ったからって占有が始まるとかそういう話ではないですよね。ですかね、はい、に該当しませんと。ただ、はい、まあ、回答例見ていただいて分かる通り、新たな権限という言葉が出てきているので、まあ、いわゆる部分点ということで、まあ、10点という配点なんですが、4点付けさせていただいたというところです。ですかね。まあ、新たな権限とか新権限という言葉が出てくるだけでも相当すごいと思うんですけれども、はい、いうことです。はい、そして3つ目です。C さんの回答ということです。事故に占有させたものが以降事故のために占有するように意思を表示した場合ということです。ということですね。まあ、これもちょっとなっていうことで、まあ、0点というふうにさせていただいたということですね。はい、そして最後ですね、6ページ目です。はい、D さんの回答ということですね。はい、善意無過失に公然と外形上客観的に占有したとみられる場合ということです。まあ、これも先ほど言った185条の内容そのものを勉強してないということで、はい、合計ってところですね、右側です。即時取得と誤解されたんじゃないですかっていうふうに、まあ、コメントさせていただいたということです。まあ、平穏公、まあ、善意無過失とか公然という言葉がありまして、まあ、おそらくこれって即時取得とごっちゃになっちゃったのかなっていうことを、まあ、推測できるということですね。はい、いうことですと、まあ、こういうふうに誤解が生じるっていうところはやっぱり、まあ、その問われている知識の正確な理解っていうものがなってないと、まあ、はっきり言っちゃうとそういうことなんですね。ただこの185条についてはそもそも勉強するきっかけっていうものがほとんどないに等しいですから、まあ、そういった意味では、まあ、知らないっていうのがむしろ普通なんだろうなと。知らないからこそ誤解してしまうということ、これが出てくるんだろうなということですね。まあ、この点もちょっとまあ、これからの勉強を進めるにあたって考慮していただけるといいんじゃないかということですね。はい、そして最後総評ということで書いておきました。はい、まあ、いろいろと書いてあるわけですけれども、はい、最後のところですね、はい、下から2行目です。まあ、ちょっと伝えたいこととしてはこれですね。本文のように書いてほしいことをはっきりとさせているタイプの問題の場合と、問題文が読み終わった段階で回答するのかそれとも飛ばすのか、なんかシェイクスピアみたいですけどね、決断することが必要ですということです。問題文読み終わった瞬間に、あ、これはいけるなとか、あ、これダメだなっていうことも判断してもうとっとと次に進むと、まあ、または書くということですね。まあ、そういった決断というものがとても大事になるということです。まあ、実際に解いた皆さんが一番お分かりだと思うんですが、この問題はどんなに粘っても回答出てこないんですよ。知らない限りはどうしようもないんですね。まあ、こういうものも出てくるんだということをまず知っていただくということですね。そして、まあ、先ほどちょっと言いましたけれども、この問題を飛ばしたからといってすぐさま不合格になるわけではありませんですかね。行書っていうのは300点満点中180点取れば合格っていう試験ですから、仮にこれが書けなかったとしても他できちんとカバーしていただければちゃんと点数は取れるわけですですかね。もっと言ってしまうと、我々はこの後に一般知識を控えているわけです。一般知識、文章理解、文章理解ってものは文章が長いですから時間がかかるに決まってますですかね。だからそういった意味で確実に取るべき問題っていうものがこの後に待ってるわけですから、変なところで時間使うぐらいだったら、うん、これは無理だ、よし次っていうふうにしてパスしてしまった方がよっぽど合格可能性は高くなるということですね。まあ、そこもちょっと考慮していただけるといいんじゃないかということです。はい、まあ、これがちょっと問題45に関するコメントであるということです。はい、ということですね。はい、ちょっと時間がないですからね、次の問題早速見ていきたいと思います。はい、問題46ですね。問題46見ていきたいと思います。資料で言いますと7ページです。資料で言いますと7ページです。はい、まあ、問題冊子で言いますと40ページということで、まあ、問題冊子横に置きながら聞いていただきたいんですが、
はい、この問題46番、検討は一通り済んでると思いますので問題ないと思います。嫡出否認の訴えのことを書くということですね。でこの問題はですね、ちょっと問題文見てください。40ページの問題文です。はい、40ページの最後の3行です。第2段落ですね。このような事情ってとこです。はい、ちょっと読んでみると、このような事情において C が自分の子でないことを確認するため、 A は誰を相手としていつまでにどのような手続きを取るべきか書いてくださいということです。誰が相手ですか、いつまでにやるんですか、どんな手続きですかということです。ということで、一応正解例としては、また C または B を相手にしてと、子供か、親権を持っている母親を相手にして出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えをやってくださいと、そういった回答にしたということです。ただですね、この問題っていうものは実はこれ発想法が逆なんですね。逆です。どういうことかっていうと、こういうタイプの問題っていうのは、まずこれってどういう手続きを取ればいいのかっていうのがまず出てこないと、この誰を相手にするのかとか、いつまでにやるのかって話は絶対出てきません。出てこないです。なんでかっていうと、この後の添削の結果にもあったんですが、親子関係不存在確認の訴えと誤解されている方が多かったんですね。親子関係不存在確認の訴えということです。で、私これ当てたんですけれども、それなんでかっていうと、嫡出否認の訴えを選ぶのか、親子関係不存在確認の訴えを選ぶのかっていうのは、これいつまでにやるって話とも関連して、これ結構シビアな問題なんですよね。シビアな問題です。いいですかね。つまりそうやって自分と子供との間に親子関係のいわゆる嫡出の推定が働くのか働かないのか、ここの見極めっていうものをちゃんとやらないと、この後の手続きの流れっていうものが全部段取りつかないんですね。この問題で言うと、はい、問題文1行目です。はい、ちょっと読んでみると、 A と B は婚姻し、3年後に B が解体したがと、その頃から両者が不仲となり別居状態となり、その後に C が出生した、生まれましたということです。いいですかね。だからこの問題文の最初のところを見ていただいて、あ、これは嫡出の推定が働くなということ、ここまず気がつかないといけないということです。いいですかね。せっかくですから、ちょっと条文見てみますと、民法の772条ですね。悪名高き772条ですけれども、はい、せっかくなのでちょっと読んでみますね。772条の2項です。ちょっと読んでみます。婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に解体したものと推定するということです。嫡出の推定ということですね。婚姻の日から200日を経過してということで、1行目の最初、婚姻し3年後に解体と書いてある通りでして、もうここで明らかに嫡出の推定が働くっていうことがはっきりしてるんですね。いいですかね。で、親子関係は嫡出の推定が働くぞ、嫡出の推定が働いていてこれを否定するってことですから、あ、嫡出否認の訴えだ。嫡出否認の訴え、誰が相手だっけ、あ、子供か親権持ってる母親だな、いつまでだっけ、1年以内だとか、こういう感じなんですね。つまりこの問題っていうのは、最後のところにどんな手続きですかって聞き方してるんですけども、実はこれ逆でして、一番最初に嫡出否認の訴えってものが出てこないと、この後の話が全然出てこないっていう、そういう作りになってるんです。いいですかね。だから実はこの問題も場面設定が大事なんですよ。場面設定、例えば嫡出否認の訴えっていうものはどういう時にやるのか、親子関係不存在確認の訴えっていうのはどういう時にやるのか、ここが頭に入ってないと全然書けないです、この問題。だから多分皆さん聞いたことあるけど書けませんでしたっていう方、そういう方は多分そこが原因です。どういう時にやるのか、どういう時に嫡出否認の訴えか、どういう時に親子関係不存在確認の訴えか、ここができてないということ。もっと言っちゃうと、基地を定める訴えってあるんですが、それ置いといて、いうふうに場面設定と手段、ここが結びついてないっていうことが一番の原因であろうと考えられます。だ、そこができてないと、やっぱりそこがその後の相手とか、いつまでっていう部分が出てこないということですので、
やっぱりまあ民法とか勉強される際はぜひ多分テキストとかに具体例とか載ってると思うんですね。こういう場面でこういう話が出てくるんですよってものが出てくると思うので、そういうふうに場面設定、ね、例えば今自分が勉強してる話っていう、例えば留置権っていう権利を勉強してるわけですけども、留置権っていう権利はどういう場面で出てくるのかなっていうことで、場面設定と今勉強してる話、これを結びつけるっていうところをぜひ意識していただきたいと。でこの勉強って結局先ほどの問題44番と同じで、場面設定とお話ですよね、まあ、名称とかもそうですけども、場面設定からどういう制度が出てくるのかっていうところ、まあ、そういうところを意識しながら見ていただくとマッチしていくということですね。これは行政法と民法共通して言える話ですので、一つね勉強していただくにあたってそこを意識していただければというところです。はい、いうところですね。はい、では今お話ししました通り、今回は嫡出の推定が働くということですから、この嫡出の推定を否定するということで嫡出否認の訴え、これをやりましょうということになるんだよということです。はい、まあ、これが確定しますと、あとは相手は誰かとかいつまでにやるのかって部分がポンポンポンと出てくるということですね。はい、まあ、そういった話であったということです。はい、はい、すいません、じゃあちょっと資料に戻りたいと思います。7ページの資料です。はい、まあ、2番から見ましょうか。採点基準コメントというところです。はい、まず1つ目ですね、丸の1番ということで C または B を相手としてと、まあ、要は子どもの C か親権を行う母 D、B を相手にするんだよっていう指摘、これがあればプラス6点ということです。まあ、今回は丸の16点、丸の26点、それと丸の8を8、あ、丸の3を8点という設定にしました。まあ、その理由っていうものは、はい、丸の1番です、書いておきました。この論点は平成22年問題34足の5でも出てますよということです。実はこれ出てるんですね、1回ね。でせっかくですから問題文持ってきました。はい、ちょっと読んでみますね。平成22年問題34足の5です。ちょっと読んでみます。はい、 A が嫡出否認の訴えを提起する場合において、 C が幼少で意思能力を有せず、かつ B がすでに死亡しているときは、C の未成年後見人がいるときであっても家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とするということです。要は誰を相手にするんですかって部分はこの足の5ですね、一回聞かれてるところなんですね、実はね、ということです。同じく、はい、丸の2番です。 A が C の出生を知ったときから1年以内に提起する、まあ、この記述についてプラス6点ということで、これも実は平成22年問題34足の4で出てると。ちょっと読んでみます。足の4です。A による嫡出否認の訴えは A が C の出生を知った時から1年以内に提起しなければならないが…ということです。まんま出てるんですね、まんま出てるということです。ですから嫡出否認の訴えを全く見たことがないっていう方はいらっしゃらないと思います。過去問で出てますからですかね。まあ、44番と46番がそうでしたけども、実はこうやって択一をいじってで記述を出すっていうスタイル、これ実は民法も実は出てるんですね。まあ、行政法に比べるとちょっと数は少なくなるんですけれども、やっぱりこれは取ってくださいねっていう部分に関しては実はそういったスタイルが多いということです。ですから、まあ、択一式の勉強するときにも実はこういうときにこれをやるんだなってところを意識していただくと、実はそれが記述式の対策につながっていくということです。まあ、この平成22年問題34でいうと、こういうときに嫡出否認の訴えてやるんだ、へえっていうのが今年は聞かれたということですね。まあ、ちょっと意識の仕方っていうものを置き換えていただくと、実は択一の勉強と記述の勉強を、まあ、ハイブリッドっていうんですか、最近流行ってますけれども、択一と記述を両方一気にやるっていうこともやろうと思えばできるということです。ただそのためにはどういうところを意識しなければいけないのかってことが分かっていないとダメだということですから、すいません、また第一部の話で恐縮ですが、過去問の検討、どういう手口で聞いてくるのかっていうところ、やっぱりそこが分かってるといけるということですね。はい、いうことです。はい、ということですね。はい、じゃあすいません、ちょっと時間ないですから、はい、最後に見ていきたいと思います。じゃあすいません、資料の8ページ見てください。はい、8ページ目3番ということで、まずは1つ目です。柴田隆之さんの回答ということで、はい、C を相手にして C の出生を知ってから1年以内に嫡出否認の訴えということで、ご本人もおっしゃってたんですけれども、相手を間違ってしまったというふうにおっしゃってました。まあ、相手
C を相手にしてということで、親権を行う母 B、 これの記述がないということですから、ごめんなさい、今年は部分点ではなくて0点とさせていただいたということです。やっぱり択一式の平均点が高い、つまりそれだけしっかり皆さんが択一式の点数を取ってる、柴田講師が受かった25年がまさにそうでしたけども、択一式の平均点が高い年って記述がすごく辛くなるということをおっしゃってますけども、辛くなるっていうのは要はこういうことなんだろうと、もうちょっとでも間違ってると部分点じゃなくてもう0点ということで、配点は一切しないということで、かなりシビアにいくというふうに思われると。でこれが平年というか、例えば去年のような年であれば、ちょっとはかけてるんだから、部分点ということで4点ぐらいおまけにしようかっていうことも考えられなくはないんですけども、今年についてはもう択一式でグーンと点数伸びてますから、ここでいつも通り採点するとやっぱ合格率が急上昇するということで、ちょっと帳尻合わなくなるというところがありますので、こういった調整してくるだろうというふうに思われるということです。はい。でこれの話と同じものとして、はい、下ですね、 A さんの回答ということで、 A さんは今度は、はい、 A はB を相手にと、ね、相手の部分、子どもの C が抜けてるということでごめんなさいということですね。それと、はい、競技離婚が成立する前までにと、父子関係の訴えを、父子確認の訴えを提起することができると。多分この父子確認の訴えっていうのが、おそらく父を定める訴えと親子関係不存在確認の訴え、これがちょっと混ざってしまったのかなというふうに思われるということですね。はい、ごめんなさいということで、ちょっと点数つけるわけにはいきませんということになっているということです。はい。そして、はい、めくっていただいて9ページですね。はい。今度 B さんの回答ということです。はい。子 C の親権者たる A を相手に疑いを持ってから1年以内に親子関係不存在確認を訴えるということです。で、ここでやっぱり一番ショッキングなことは A を相手にするという記述ですね。皆さん問題文さっき見ていただきました。誰がやるんでしたっけ？ A が手続き取るんですよね。 A が A を相手に裁判やる、どうしたって話ですよね。いうことですよね。疲れてるのって話ですよね。つまりこれ一番まずいのは何かというと、問題文ちゃんと読んでないよねってことですね。ですかね。で結構こういうところのミス、本当に、たった一文字じゃんって思うかもしれませんけども、よくよくちゃんと検討していくと、どれだけまずいミスかっていうのがよくわかると思うんですね。ですかね。B さんという方がどなたなのかと、私こうやってうろうろこう、ね、皆さんのことを見てますけども、どなたかっていうのは分かりませんから、ちょっと天井見ながら話しますけども、問題文ちゃんと見ましょう。ですかね。はい、いうことです。はい。そして C さんの回答です。下ですね、C を相手に出生を知った時から1年以内にと、嫡出否認の訴えを提起すべきであるということです。相手が誰かっていうところまではちょっと詰めきれなかったっていうことなんですが、出生した時から1年以内、それと嫡出否認の訴えを提起すべきだというところ、ここについてはちゃんと押さえているということで、今回は6点と8点で14点という点数をつけさせていただいたと。ただここもすごい細かい突っ込み入れるんだったら丸の2番です。丸の2番の右側です。はい。ただし、誰が出生を知ったかについて明示されてませんということです。いいですかね。 C が生まれたことを知った時、誰がですかと、B ですかと、分かりますかね。要するに条文見ていただくと分かるんですが、誰が知ったのか、夫が知った時からやってくださいねということで、やっぱりこの何ですかね、カウントダウンのスタートのところに関してはかなりはっきり定めがあるんですね。そういった意味で、あえてコメントをつけるんだったら、誰が知ったってところの記述がないから0点ということも可能性としては一応あり得るということです。ちょっとそこもさすがにないかなとは思うんですけれども、突っ込もうと思えば突っ込めるということです。でそれも確か言われてみればそうだよねっていうこともなんとなく皆さんもお分かりいただけるかと思うんですね。分かりますか。これがさっき言った減点の根拠を与えるなって話です。だこういうところで突っ込もうと思えばいくらでも突っ込めるということなので、この点もちょっと記述の練習するときは意識していただきたいということです。私本当突っ込もうと思えばいくらでも突っ込めますから、聞いていただければ本当にこれどうですかと、ここが足りないねとか、ここ漢字間違ってるねと、ここについては主語がないねとか、いくらでも突っ込めますからね。別に意地悪するつもりがないんですけどもね、意地悪とかではなくって、要するに隙を与えるっていうことはそれだけ減点される可能性が出てくるってことですから、その分点数稼げなくなっちゃうということです。いいですかね。だから点数稼げなくなるっていうことはそれだけ合格が難しくなるってことですから、隙のない答案を作っていこうっていうこと、ここちょっとね意識していただけるということです。はい、はい、ということですね。はい。そして、
はい、めくっていただいて最後ですね、 D さんの回答というところです。はい、まあ、B を相手として C の出生した時から1年以内に嫡出否認の訴えということです。あ、適出ですね、ごめんなさい。でこれ丸の3番のところにもコメントをつけておきましたが、嫡出の嫡の字、あの嫡出っていう字はあれですよね、大丈夫ですかね、よいしょ、ちょっと大きく書くと分かると思うんですが、女編ですよね、女編です。でこれあのちょっとパソコンで作りましたんでちょっと分かりにくいわけですが、底辺になってるんですよね、よいしょ、適質って感じになってるということです。でこれ漢字ミスなわけですけれども、漢字ミスって言ったって適質否認って何だって話ですよね。出てくることを否認するってどういうことだと、生まれてるって書いてあるじゃん、わかりますかね、もう全然意味違うわけですよ、ですかね。で書いたご本人としてはそれくらいわかるでしょうって言いたくなる気持ちはわかりますけども、ただやっぱりこうやっていろんな方に見ていただくとお分かりいただけるかと思う、まあ、なんかある意味客観的に見ていただくと分かると思うんですけれども、ちょっとした漢字のミスでこんだけ意味が変わるんだということがよく分かると思うんですね。だからよくあの採点とかするときに、あの漢字の間違い注意してくださいねとかっていうことをコメントがあると思うんですね。うるせえなと思うかもしれないですね、小学校の先生かよって思うかもしれませんけども、それはさっきの減点の根拠じゃないですけれども、意味が全然変わってくるからです、意味が全然変わってくるからということです。でこういう時はどうするのか、まあ、これはちょっとあの何て言うかな、あの緊急手段というか、まあ、これはやむを得ない手段ということで聞いていただきたいんですが、よいしょ、漢字で書かないということです。間違えるぐらいだったらもうしょうがない、ひらがなでいこうと。でこれひらがなで書いても、プラス2文字だから44文字ですよね、いけるんですよ、いけるんです。間違えるぐらいだったら、まあ、ちょっとカッコ悪いっていうかね、まあ、ちょっとみっともないと思うかもしれませんけども、間違えるぐらいだったら、まあ、ひらがなで書いてなんとか減点、まあ、例えばマイナス4点とかで、まあ、踏みとどまろうと、これも一つの手です、ですかね。だそういった意味でやっぱり皆さんテキストとか見るときとか問題文見るときとかっていうのは、ぜひそういったあの言葉大事にしてくださいということですね。で万が一本試験で緊張して、はあ、出てこないと、私もよくあの教材とか作ってる時にあの漢字が出てこないってことよくあるんですけども、まあ、まあ本試験で回答を書くとかっていう場合にはこういうふうに、まあ間違えるぐらいだったらどっちだったかなってなったって場合には、まあえて2分の1で勝負するんじゃなくって、まあひらがなで逃げるっていうのも一つの手だよということです。まあ、もちろんあの字数の中に収めていただきたいんですが、まあ間違えるぐらいだったら、まあ一つある意味守りというか逃げというか、それも一つの手になるということですね。でまして今年のようにシビアに採点されるって場合には、ちょっとした漢字のミスって思うかもしれませんけども、それだけではダメですということは全然いけますので、まあ、そういった意味ではね、隙のない答案を作るという意味でも守りを固めるというふうに、まあ、一つ知っていただけるといいんじゃないかということです。一応漢字で書けなきゃ0点なんていうあの採点基準はないはずですから、あの私もそのひらがなで書いたけど点数もらったって合格者の方にお会いしたことありますので、まあ、そういった意味ではね、これも一つの手かなと思いますので参考にしていただければということです。はい、すいません。はい、以上が D さんの回答ということです。はい、そして最後に総評です。はい、まあ、嫡出否認の訴え出てますよっていうことがちょっと書いてあるということなんですが、はい、第三乱落ですね、なおってところです。でなんで私これ当てたのかって言いますと、実はこういう出来事が実はあったからなんですね。はい、なおと、2015年はと、まあ、この嫡出の推定などの影響に戸籍のない人、無国籍者の問題ってものが大きく現れたということです。確かあの6月か7月だったか、ちょっと正確な数字忘れてしまったんですが、法務省がですね、あのいわゆる 無戸籍者が全国でどれぐらいいるかっていうその実態の調査に始まったということで、その数字が公表されたっていうのがちょうど6月か7月ぐらいなんですね。っていうふうに、実はこの問題ってものは本当にあの今年に入って大きくクローズアップされたっていう年でもあったということです。でもっと言っちゃうと、ここ最近の動きで言いますとね、いわゆる親権停止の制度が出来上がったりとかっていうことで、ここ最近は、まあ、児童虐待の問題とかもそうですけれども、親子関係ってものが本当にいろんな問題を起こしてるっていうこと、あの非常に大きくクローズアップされた年であったということなんですね。まあ、そういうこともありまして、まあ、一つやっぱり社会的な関心が高いんじゃないかということで、それとまだ親族出てないしと、行くならここだろうということで短所と、
やりましたけどもね、出やがったということですね。はい、いうことです。でこれは一部の話とも関連するんですけれども、実はそうやって日々の出来事に関心を持つっていうのは、実はこれ一般知識だけじゃなくって法令科目でも非常に大事です。例えばですね、ちょっと記述と外れてしまうんですけれども、問題41番、多子選択式ですね。多子選択式です。図書館の判例、見たことないと思うんですね。なんだこれと思ったかもしれませんけど、皆さん蔦屋図書館って聞いたことないですかね。つまりそういうことなんですよ。ここ最近いろんな問題が指摘されてるということもありまして、住民投票に問題が大きくなっちゃったなんてニュースが出てたりしましたけれども、そういうふうに公立図書館のあり方っていうもの、実はこれ平成17年の判例ということなんですが、実はこの時にも要はこの判例って、要するにその図書館の司書さんが勝手に本捨てちゃったって話なんですけどもね、そういったことが問題になったということで、図書館って何だろうっていうね、そういったことがちょっと問題された年でもあったということなんですね。そういうこともありまして、もっと言っちゃうと憲法で言いますとね、例えばその憲法9条の話が出てきたりとかしますけれども、これはよくわかりますよね。集団的自衛権の問題とかが出てきたわけですけれども、そういうふうに行政書士試験の試験員の先生方っていうのは、やっぱ社会的に関心が高いところっていうものをネタにして問題作るっていうのはすごい好きなんですね。非常に好きです。ただ誤解しないでいただきたいのが、今年の出来事がそのまま出てくるわけではないんです。いいですかね。今年の出来事がそのまま出てくるわけではないんです。問題41番、蔦屋図書館なんて一言も出てきますよね。そうじゃなくって、今年の出来事っていうものをきっかけにして、じゃあこれ憲法の問題でいうとどういう問題なのかなとか、この話って民法の問題でいうとどういう問題なのかなっていうことで、要は今年の出来事っていうのを皆さんの持ってる教材に落とし込んで、じゃあ今年はここから出そうっていう出し方、すごく好きだということです。政治経済社会もそうですよね。島の問題が出てきたっていうことですけれども、領土問題、ちょっと国際的に見れば南シナ海の問題とかもそうですし、日本でいうと中国と尖閣諸島とかありましたけれども、そういった領土問題ってものは非常に問題になっているということがありますよね。そういうこともありまして、なんかそれって予想のネタなんですけどね、なんで喋ってんだって話ですけども、そういうことなんですよ。っていうこともありまして、そういった社会の関心を持っていただく、日々のニュースに関心を持っていただくっていうのは、何も一般知識だけじゃなくって、実は法令科目の方にも役に立つことが多いあるということね。これはちょっと私からコメントさせていただければということです。はい、いうことですね。はい、そんな話であったということです。はい、以上が問題46に関するコメントであったということです。はい、そして、資料の最後です。記述式問題の添削結果ということで、一番右側が合計得点、おそらくこれぐらいになるのではないかなということで、出させていただいたということですね。はい、ということです。なかなか厳しい評価っていうふうに思われると思うんですが、一応こういったことを理由に減点させていただきましたっていうことを、可能な範囲ではっきりさせていただいたということで、他にご不明な点とかありましたらね、この後の個別相談ということで、私伺わせていただきますので、聞いていただければということです。よろしくお願いします。また最後にコメントつけさせていただきましたが、今回の配点の採点基準とか、その配点、実際のここが書けたら何点っていう配点については、これはあくまでも当校アガルートアカデミー独自の基準と分析結果ということですので、本試験の実際の記述式の採点結果と異なる可能性はありますので、この点はご承知おきいただければということで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上ということです。皆さん記述式問題っていうものに非常に苦手意識をお持ちだとは思うんですけれども、やはり択一式もそうなんですが、正確な理解と正確な記憶というもの、これを意識して勉強を続けていただくと、そして記述式問題っていうものにはきちんと解き方というものもありますので、正しい理解と正しい記憶に基づいて解き方の練習をしていただく、そういったことをやっていただければ、きちんと点数を取るということは可能です。ですかね。やっぱりその問題文見て回答を覚える、問題文見て回答を覚えるってやり方はまず通じないということは、問題46とかそうでしたけれども、よくお分かりいただけるかと思うんですね。だそういった意味では、ぜひそういった記述式問題の解き方、記述式問題ってこうやって解くんだよっていうところ、それをぜひですね、一緒に研究検討できればというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、私から記述式添削会ということでお話は以上ということになります。はい、ということですね。第2部につきましては以上ということになります。はい、
でこの後はですね、まあ、一応終了時間は4時を予定しているということなんですが、この後、まあ、柴田講師がご担当される総合講義の、まあ、もっと細かい内容ですとか、あと他にも今年の試験問題に関してのコメント、まあ、ご質問とかいろいろあるかと思いますので、何かご不明な点がありましたら、ぜひご質問していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、第2部の記述式添削会は以上で終了とさせていただきます。では一旦終了したいと思います。お疲れ様でした。